先ほどまたこういったものを制作いたしました。走行中の横揺れ、風による横のブレを軽減できないだろうかと作ってみたわけです。これから一旦走行してどんな思いかテストしてみます。少し上向き加減にしてあります。ぶつかった。こういう当たりがあってね、まずいわけ。なるべくヘルメットにもぶつからずに、ライディング支障ないように考えてます。
してきましたけども、ここにいたいかなと思ってパッドをくっつけたんですけども、これでもまだちょっと痛いぐらい、いけてくれね、ちょっとこんな感じで当たるんですが、ただこのこちらのこういったブレというのは風によるブレはほとんど感じなくなりましたね。ただし今度は体にくっついてくる感じですから、体が揺れると一緒に揺れる感じになりました。動画の方で判断するしかないですね。撮影中はもうこれ以上は無理だと思います。ただ今までよりは安定してます。安定した撮影ができるようになります。この当たりのところだけもう少し大きくしようかなと。ポン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 当たりますから、ポン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 。こちら側に2本で引っ張ってますので、ここだね、ここで当たりを取ってる、支えてる感じになってます。回転もスムーズにできますね、問題なくできます。今度はもう少し長くしても大丈夫かな。ただしここぶつかりますね。なので回すときはこう、こっちへ持ってきて、こっちへ持ってきておいて、ちょっと伸ばして、後ろも撮影できちゃう。ぎゅーっと。伸ばしてですよ。YouTube でご覧の方は、僕を押して登録してね。 Facebook 動画では、アイコンまたはリンクインフォより登録をお願いいたします。最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。